アルモバンバです。いやー、富山県から帰ってきましたよ。寒かったね。うん、薄着で行っちゃって凍死するかと思ったんですけど、坂本コーチと話した後はすっげー、なんだろう、燃えてきてさ、全然寒く感じなかったんですよね、インタビュー終わった後。いや、僕もまず話せてめちゃめちゃ嬉しかったですし、最後の質問でさ、監督が八村君にずっと言ってたっていう一生懸命を楽しむっていう言葉、僕ももちろん大事にしますし、まあこのタイムアウトのチャンネルを通してのテーマにしていきましょうよ、本当にもうっていうぐらいね、素晴らしいインタビューでした。まだ見てない人はね、ぜひチェックしてみてくださいね。今日はですね、わけあってラジオ形式になるんですけど、その代わり皆さんにずっと言われてた音声が改善しました。マイクを買いました。斉藤さんだぞ。キリンです。まあこれなら文句ないでしょう。マイクのテストはバッチリですね。はい、ということでね、今日の話題はレブロンを休ませよっていう話です。僕はですね、ワンシーズンだけレイカーズを追ったことがあるんですけど、なんでかっていうと僕はスティーブ・ナッシュが大好きなんですね。もうパスがどこから出てくんのっていう感じですし、あんなパスが出せるのは彼、隠れてシュートがめちゃめちゃ上手かったからなんですね。現役で言うとトレイヤングはステファン・カリーとよく比較されるプレイヤーですが、彼本人はスティーブ・ナッシュが自分の好きなプレイヤーで参考にしてるプレイヤーと言っていました。なのでそんな大好きなナッシュが引退前最後の優勝をかけてレイカーズに移籍して、ハワード、コービー、パウガソルと共にビッグ4を作り上げ、そのシーズン開幕前はレブロンのマイアミヒートに並んで優勝候補に挙げられるなど、まあすごかったわけですね。蓋を開けてみれば怪我の影響で4人が同時にコートに立つ時間というのは本当に少なかった。結果コービーが1人で怪我を押しながら孤軍奮闘するわけなんですけど、プレーオフを目前にして体に限界が来ていたコービーはアキレス腱を切ってしまうんですね。それからコービーは元のパフォーマンスを取り戻すことがなく引退という形になったんですけど、だからこそ彼の引退試合での60点はもう多くの人の心を打ったと僕は思うんですけど、それは置いといて、マンバアウ。今シーズン優勝候補として最高のスタートを切ったレイカーズですが、ここに来てレブロン・ジェームズが鼠径部の怪我を再発。現在は怪我を押しながらプレーを続けているという状況。そもそもレブロンが超人たるゆえんは徹底的な健康管理によって試合をほとんど休まなかったこと、怪我をほとんどしなかったことです。そんなレブロンの健康に陰りが見えたのは昨シーズンのクリスマスゲーム、ゴールデンステートウォリアーズとの一戦で、彼がボールにダイブした際顔を歪めます。レブロンは以前にも軽い鼠径部の怪我をしたことはありますが、これが深刻な鼠径部の怪我の始まりだったと言われています。昨シーズンはキャリア最長となる27試合を欠場。もちろんレイカーズがプレーオフに出れないことが早めに決まったこともありますが、それにしてもレブロンがこんなに試合を休むのは初めてのことでした。今シーズン開幕から健康にプレーしたレブロンですが、鼠径部の怪我を再発。そして先日のクリスマスゲームではパトリック・ベバリーとの衝突で鼠径部の怪我を悪化させてしまいます。もちろんベバリーはわざとではないので、ここでベバリーにあれこれ言うのは良くないですけど、この試合をもってレイカーズは今シーズン初の4連敗を記録してしまいます。レブロンをプレーさせるか休ませるかで大きな正念場を迎えているレイカーズですが、以前同様の怪我をしたことがあるステファン・カリーもこの怪我だけは焦って復帰してはダメだよとレブロンにメッセージを送っていました。では欠場に関してレブロンがどんな考えを持っていたかというと、選手の負担を軽減するために必要に応じて試合を欠場させるロードマネジメントについて、彼は健康なのにプレーしない理由がわからないと、残されたキャリアであと何試合プレーできるかわかんない、せっかく自分の試合を見に来てくれている子供たちがいるのに欠場するなんて、プレーできるなら出るというスタンスを彼は貫いています。マイケル・ジョーダンも自分の試合を見に来てくれるファンのためにプレーしていると言っていたので、実力、人気ともに NBA のベストプレイヤーとしての責任を全うしているんだと思いますが、僕たちはワインのように年齢を重ねるにつれ良くなっていくレブロンのプレーを見て信じられなかったのかもしれませんが、レブロンは今日12月30日に35歳になりました。どこかをかばいながらプレーするということは通常よりどこかの筋肉に負担がかかっているということ、コービーがアキレス腱を切ったのだって絶対そういうことでした。今シーズンアンソニー・デイビスを獲得して一気に優勝候補に躍り出たレイカーズですが、チーム編成を見れば分かる通り、これはレブロンを中心に構成されたチーム。レイカーズも残り少ないレブロンの全盛期に全力を尽くそうと努力を続けているはずです。なのでレブロンがチームのために、そしてファンたちのために出たい気持ちは山々なのですが、ここは休みながらプレーを続ける時が来たのかなと思います。昨シーズントロントラプターズを優勝に導いたカワイ・レナードも実際レギュラーシーズン中は怪我を心配しながら休み休みプレーをしていました。そもそも選手にとって負担が大きい82試合を少し減らそうという話は以前からリーグで上がっていましたし、レイカーズは前半にできた貯金がかなりあるので、レギュラーシーズンを死ぬ気でやって消耗してしまうよりも絶対にレブロンをプレーオフで万全な状態に持ってきた方が優勝の可能性は高まるんじゃないかなと思っています。だろう、
なことは百も承知だろうがよ。じゃあなんでレブロンは出続けなきゃいけねえんだ。工藤新一に突っ込まれてしまいましたが、それはもちろん司令塔のレブロンがいないとチームとしての戦力が一気にダウンするからです。 NBA にはプラスマイナスというものがありまして、あのモノマネをよくやる芸人の方ではなくてですね、これはそのプレイヤーがコートに立ってる時間帯に何点差で相手に勝ってるか負けてるかってものなんですけど、レブロンがコートに立ってる間は基本的に 7.8 点相手に勝っているということなんですね。でも AD だっているじゃないかと思うかもしれませんが、レブロン抜きのアンソニー・デイビスだけではここまでの数字は出ません。そしてレブロンが休むにしろ休まないにしろ、レイカーズはカイル・クズマのトレードの噂が広がっています。アンソニー・デイビスとのトレードで唯一レイカーズに残った生え抜きの若手プレイヤーですが、今シーズンは AD、レブロンとあまりフィットしておらず、クズマ自身も SNS でカゴに入れられた鳥、つまり自身の思い通りにプレーさせてもらえていないといったニュアンスを感じさせる投稿をしていたり、カエル・クズマのトレーナーがカワイ・レナードとレブロンを比較してレブロンを批判しているという投稿もあり、解決はしたようですが、クズマ側もレイカーズに不満を持っていることは確かなので、クズマのトレード価値が高い今、そして双方のためにも今トレードをするべきだと僕は思っています。まあクズマは僕が髪型を最も参考にしているプレイヤーなので、トレードされてしまうのは悲しいんですけど、まあそれは置いといて、僕が狙うべきプレイヤーだなと思うのは2人、1人はワシントンウィザーズのダービス・ベルターンズ。スリーポイントが半端ない確率で今シーズン決めて、得点でもキャリアハイのシーズンを送っています。シューターであるはずのダニー・グリーンがなかなかレイカーズは安定していませんから、ベルターンズはね、取ったらねレイカーズ脅威ですよ。レブロンからベルターンズなんて僕は考えたくないですね、ちょっと。そしてもう一人、現実的にレブロンが休み休みになるのであれば、その間にプレーメイクも行えるキングスのシューティングガード、ボグダン・ボグダノビッチも最高の補強になるんじゃないかなと思っています。セルビア出身の1番から3番までプレーできるプレイヤーですが、本当にプレーを見てるとこいつはね、ドンチッチにめちゃめちゃ似ています。なのでレブロンがいない間も帰ってきてからも違った役割でレイカーズに貢献できるこのプレイヤーっていうのは最高の補強になるんじゃないかなと僕は思っています。どちらも契約の関係上、去年のカワイ・レナードのように1年間だけのレンタル、そして他のチームに取られてしまうという可能性もかなりあるのですが、レイカーズとしてはレブロンが全盛期であればあるほどいいわけですから、今シーズンに全てをかけていくんじゃないかなと僕は踏んでいます。ってなことでね、なんだかんだやバスケをやってない人が NBA を見る大半の理由ってレブロンだったりするから、歴代最高のプレイヤーをコービーみたいに怪我で失いたくないんですよね。なのでね、レイカーズさん、レブロンをちょっと休ませて、まあ、ファイナル優勝しちゃってくださいよ。あ、まあダラスが止めますけどね。